Good morning. morning. Are you awake? You are listening to 76.1 FM はー FM 小沢お聞きの皆さんおはようございますマイオアシスの時間です4月27日水曜日担当渡辺ゆきですいやいやいや暑くなってきましたね様子がね先週とはもうぐっと変わってきまして暑いし湿気もすごいしとなるとやっぱりね夜とか泣いてる虫の声とかも ししてきたしで鳥の声とかねなんかやっぱり生き物もみんなちょっと出てきましたね <laughs> 蚊とかもね <laughs> いやーこんな季節どうですか皆さん私は大好きなんですけどねやっとこうもう暑い戻しようってなってから衣替えをしまして服出してきたりしたんですけどね。 あ今日は天気はね、天気予報では崩れるようなことを言っておりましたが、どうなんでしょうか、一応、朝は晴れております、この時点ではね、まあ、天気予報も後からお伝えしていきたいと思いますけれども、4月27ですか、ああ、4月早かったじゃないですか、なんかあっという間だったな、新生活が始まった人はもうどうですかね、今ぐらいは。 結構もう疲れが出てきそううな感じですかね、まあ、もうちょっと頑張ると休みがあるかな、まあ、連休関係なしという方もいらっしゃるかもしれないですけどね連休という方はもうひとん張りという4月末でございますがいかがお過ごしでしょうかさあね今日はですねテーマ今日もテーマを設けてやっていこうと思うんですけども、うん、あとですね 音質を探り探りやってまして、今、まだ慣れない。ミキサーとなんか配,置で配置が変わった。スタジオでやっているので、ちょっとたどたどしくなっておりますが、音が悪かったら言ってください <laughs>。自分でよくわからないんですよね <laughs>。今日のテーマですけども、なんかこう頼み事される。 のは皆さんどうですかね私はあの割と頼み事されると「ああしょうがないな、まあ、忙しいけどじゃあ頑張るよ」みたいな感じで結構好きな方なんですけど悪い気がしない方なんですけどちょっと自分にはそれは無理じゃないかなみたいなことを頼まれた場合どうしますか <laughs> こういうのを聞いてみたいと思います。 無理なことを頼まれたときに、まあ、できないことを頼まれたときに、どんな反応をしますかっていうテーマでやりたいと思います。メールアドレスは七六一アットマーク FM コザ .jp。あ、もしかして声ちっちゃかったかな、今。七六一アットマーク FM コザ .jp です。テーマ聞こえてなかったらいけないので、<laughs> もう一回言う。<laughs> あの、今日、できないことを頼まれたときに、あなたの反応は いかがでしょうかというテーマで、どしどしお待ちしております。それでは、10時まで2時間生放送で、元気に楽しくやっていきます。最後まで、ぜひお付き合いください。あ、えー、ホームページの方から、ツイキャスト、ユーストリームも、映像と音声を配信しておりますので、そちらもよかったら覗いてみてください。それでは、本日のオープニングナンバー、キャリーパムパムで、最高。 Bye. Come on. My outfit. My outfit. マイア時刻は8時10分を回っています。 沖縄市中央パーカーベニュー入り口国道330沿いにあります FM 小座のスタジオから私田辺幸がお送りしておりますマイオアシスこの時間は沖縄地方のお天気道路交通情報をお伝えしますまずはお天気からです本日27日は曇りのち雨 南西の風やや強く曇り、昼前から雨、ところにより昼前から夜の始め頃、雷を伴い激しく降るでしょう。波は1.5メートル、後2メートルでしょう。雨の降る確率は、終日60%の予想です。今日の那覇の日中の最高気温は、27度になるでしょう。沖縄本島地方では、 27日夜遅くにかけて発達した積乱雲の下での落雷や突風急な強い雨に注意してください沖縄地方は前線の影響で曇っており雨の降っている所があります明日二28日は沖縄地方では引き続き前線の影響で曇り 一時雨が降るでしょう。沖縄地方、今日の沖縄地方の沿岸の海域では波がやや高いでしょう。以上、お天気情報でした。続いて道路交通情報をお伝えします。まずは沖縄自動車道。現在、前線でスムーズに流れています。 えー、巨大インターチェンジ付近では、下り車線では工事をしていて、帰省中です。その他は特に、えー、事故なども見られません。続いて一般道をお伝えします。沖縄県中部一般道、北中城村戸口交差点付近、渋滞しています。 戸口交差点から石田交差点向き、渋滞しています。そして、宜野湾市、前原交差点付近、渋滞しています。前原交差点から大蛇名交差点向き、渋滞しています。そして、浦添市国道58号線、牧港交差点からぐすくま交差点の間、両方向で渋滞しています。茶丹町、 国道58号線国体道路入り口、えー、付近南向き渋滞しています。以上、道路交通情報をお伝えしました。FM 小座から見える国道330号線ですが、現在スムーズに流れています。車の量も普通ぐらいです。<laughs> いつも通り、そんなに多くもなくという感じです。 えー、お天気ですけどちょっと風が出てきましたかねまあ空はまだ明るいですね明るくてまだ雨が降りそうではないですけどちょっと風が出てきた様子ですさてツイキャス来てますかねツイキャスを、っ、えー、まずはどこからかなちゃんおかさんゆきさん皆さんおはようございますおはようございます 今朝の名古屋は曇り空。午後から雨が降ってくる水曜日の朝です。はい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 。はいはいはい、同じ感じですね、沖縄とね。はい、名古屋は曇り。そっか、今気温どんな感じですかね。沖縄はね、もうすでに朝から暑いです。まあでも、そうだな、まあ今頃、 皆さんどんなかあ、でも長袖の方が多いですね。今日は私は半袖着てきたんですけど、まあ今どっちでもいける感じですかね。はい。ありがとうございます。はい。NUJ さん、おはようさんです。おはようさんです。今朝の横浜は曇りのち雨。あ、めっちゃ関西弁やった。曇りのち雨。予想最高気温は21度です。はいはい。あ、全国的に曇りのち雨ですね。 はい、ありがとうございます。リオンさん、おはようございます。ゆきさん、暑くなってきましたね。ねえ、暑くなってきましたね。リオンさん、どうですか暑いの。好きそうな感じかなで、これからは、キャサリン、かっこ、我が家でのご近利の呼び名が出てくる時期ですね。笑い。ギャー。<laughs> キャサリンって呼んでるんですか皆さんなんかあの <laughs>、いろんな呼び方して結構そのもの呼ばないんですね <laughs>。そのぐらい嫌われ者ってことですかね <laughs>。あの、黒い、黒いテカテカしたやつですよね。はあ。リオンさんって沖縄ですかねなのかな沖縄のね、ごき、あ、あれはね、キャサリンは割とたくましいですからね <laughs>。結構迫力ありますよね。 そうそうそう。暑くなるの好きなんですけど、そういうね、なんかいろんなの出てくるじゃないですか。もうこれはね、もういろんなの方々が元気になる時期なんで、まあ自分も元気になる時期なんで <laughs>、しょうがないっていう <laughs>。<laughs> 自分も虫みたいな感じがしてきた。今、この言い方だとね <laughs>。いやー、どうですかね。 また教えてください。私は好きです。そういうのも含めて。もういろいろ出てきたとしても、でも自分も元気になる時期なんですよね。はい、えー。片岡愛之助さん。お、っ田辺、おはよう。<laughs> 誰 <laughs> 片岡愛之助さん、別に知り合いじゃないけど、なんか慣れ慣れしく <laughs>、あのー、声かけられたみたいなんですけど。<laughs> おはよう。 アッキーさん、今日もセクシー雪姉、ね、おはよう。今日も一日ファイティン。はい、ありがとうございます。今日も一日頑張りましょうね。はい。わた、たい、地声に、ナンバーワン、つーくんさん、おはようございます。はじめましてかな。どうもおはようございます。FM 小座でマイオアシスを放送しております。はい。お天気はこのぐらいですかね。はい。皆さんありがとうございました。今日はテーマは、 えー、自分ができないことを人に頼まれたときにあなたの反応はどうですかできないことを頼まれてしまったときは皆さんはどんなふうにか、まあ、わすなり受けるなりどうしますかっていうのを聞いてみたいと思いますメールアドレスは 761-fmcoza.jp761-fmcoza.jp です それではメールを待ちながらここで内縄口ラジオ体操の時間です。 それではここで一曲をお届けします。スピッツで野生のポルカ。 時刻は8時25分を回っています。 この時間は琉球新報沖縄タイムスの長官から記事をお伝えしますまずは沖縄タイムス総合面からお伝えします熊本地震避難者余震怖いが最多被,被災者100人にアンケート 地震で被害が出た熊本県の避難所に身を寄せた100人を対象に共同通信が実施したアンケートで避難した理由を複数回答で聞いたところ余震が怖いが47人となり自宅が壊れたの38人を上回り最も多くなりました最初の最大震度7の地震の後に本震が起きて被害が拡大 その後も揺れが続く今回の地震の特徴を示しました体や心の不調があると答えた人は過半数に上り必要なものは入浴環境が34人と最も多くなりました続いて「糸数アジア V リオ五輪へ弾み」 重量上げ男子62キロ重量上げのアジア選手権が25日ウズベス、ウズベキスタンのタシケントで行われ、男子62キロ級は、糸数陽一がスナッチ130キロ、ジャーク158キロのトータル288キロで優勝しました。 この大会で男子はリオデジャネイロ五輪の国別出場枠の獲得を目指しています糸数はリオ五輪出場に向けて励みに弾みになったと手応えを語りました続いて琉球新報総合面からお伝えします 70人出馬へ、告示まで1か月、県議選。6月5日、投開票の第12回県議会議員選挙は、27日で告示まで1か月に迫りました。26日現在、13選挙区定数48で、70人が出馬の意思を表明しています。 2012年の前回選挙より7人多く、激戦が予想されます。小長武志県政で初めての県議選で、与党が過半数を占める現在の構成が変わるかどうかが注目されます。過半数は25人、立候補予定者のうち、与党系が36人、野党系が22人、 中立系が12人となっています。米軍普天間飛行場の名護市辺野古への移設問題や経済振興など、約1年半の小長氏の県政運営に対して評価が下る選挙としても位置づけられます。夏に控える参院選の行方を占う選挙にもなりそうです。 マイス施設国際拠点化をアジア経済戦略進歩開催県商工労働部は26日沖縄のアジア経済戦略シンポジウム新たなステージに向けてを那覇市の ANA クラウンプラザホテル沖縄ハーバービューで開催しました オナ県政の経済成長戦略となる県アジア経済戦略構想推進計画が3月末に策定されたことを受け県内経済界の代表11人が登壇して空港港湾など国際物流拠点の整備や企業の海外進出促進などアジア,アジア展開を見据えた 沖縄経済の方向性を示しましまた2020年度の運用開始を目指す大型枚数施設については国際的なビジネス拠点としての活用を提言しました次に「沖縄タイムス」地域面からお伝えします。 母の日特別公演歌って踊って来月8日沖縄市民会館で母の日特別公演歌って踊って大爆笑喜劇が5月8日午後2時から沖縄市民会館大ホールで開かれます琉球民謡に舞踊、サックス演奏、お笑い歌謡曲など バラエティーに飛んだ約3時間のステージとなります。見どころの一つは沖縄民謡の大御所4人で作るザ・フェーレー松田博和さん、徳原誠文さん、秦間武雄さん、松田末吉さんが芝居やコントで会場を沸かせます。松田博和さんは、たっぷりのバラエティーショー、来てくださる方に退屈はさせません。 と多くの来場を呼びかけていますお問い合わせはキャンパスレコード、電話0 9 8 9 3 2 3 8 0 1まで。以上、この時間は琉球新報沖縄タイムスの長官から記事をお伝えしました。 さてこの後はテーマトーク。今日のテーマはあなたはできないことを頼まれたときにどうしますか。まあ断り方でもいいですし、まあ、頑張ってみるとかいろんなのがあると思います。ぜひ送ってください。メールアドレスは 761@fmkozza.jp です。それではチャンネルはそのままで。 Pick up its morning, morning seventy six point one. My office is FM Cosa. 待ってて声聞こえてますか今日は4月27日です。富士山系女子ゴルフで上原綾子が初優勝。 サウンドチェック的に意味がはっきりしないでいろんな声が聞こえてるって、本当ですか、なんだろう、それは頭の中でじゃなくて、<laughs> えっと、あっ、は時刻は8時35分を待っています。 えー、マイオアシス水曜日お送りしておりますそれでは続いてこのコーナー今日は何の日のコーナーですではまず沖縄手帳からお伝えします音量がおかしかったら指摘してください <laughs> えー、4月27日水曜日今日は旧暦の3月21日です今日の潮回りは中潮満潮・干潮時刻は満潮が午前9時29分と午後10時45分干潮は午前3時40分と午後4時9分です今日は2008年の今日 富士山系女子ゴルフで上原綾子が初優勝したということです。沖縄手帳からお伝えしました。続いてその他全国の今日は何の日でしょうか。今日4月27日は、えー、悪災の日悪災って悪い妻ですね。そして哲学の日。ギリシャの哲学者ソクラテスが 時の権力者から死刑宣告を受けて、獄中で毒を飲んで死亡した。そうです。それは紀元前399年の出来事です。そのソクラテスの妻が悪妻として有名だということで、悪妻の日となっております。まあね、そんなどのぐらい悪妻だったんですかね。 いろいろちょっと調べかけたんですけどあんまりよく分からなかったんですけどなんか当時の女性の地自体がそんなあの男性に何かものを言えるようなあ世の中ではなかったらしくだけどこのソクラテスの妻は割と今のちょっと怖い奥さんぐらいだったんじゃないかなと <laughs> あの旦那さんにいろいろ。 ものを言ってたんじゃなないかなとそれはもう当時に,にしたらもうすごい悪災みたいなそんなことらしいです。でねこんな2000何年前これ3紀元前399年だからねこんな1000年以上も悪災って言われてね名前はクサンティッペという 名前らしいです。ソクラテスの妻ね。はい。まあ本当なんですかね。ちょっと面白いなと思った方はエピソードを調べてみてはいかがでしょうか。えー、そしてその他は、うん。琉球立法院が日本復帰を満場一致で可決したのが1964年の今日ということです。 あ、今日の誕生歌は「睡蓮」「ウォーターリリー」ですね。花言葉は「清純な心」いいですね。「睡蓮」そういえば「睡蓮」といえばね沖縄どこで咲いてるのかなって私好きだから最初来た時調べた,調べたっていうか人に聞いて回ったんですけど子どもの国とかね「うん子どもの国」違う違う違う東南植物楽園とかありますよね。 あれ？子供の国にあったっけ？今ごっちゃになってる <laughs>。えっと思い出せ。風景思い出せないな。<laughs> な,いないな。後で子供の国のお知らせをしようと思ったら、ごっちゃになってしまった。盗難、植物楽園になりますよね。素敵だから見に行ってみてください。はい、子供の国の話は後でします。以上、今日は何の日のコーナーでした。 それではここで一曲、アッキーさんからリクエストの曲をお届けしましょう。ゆいでチェリー。 ここでで FM 小よりお知らせですす沖縄子供の国フェスティバルが今年も開催されますゴールデンウィーク中人気の動物たちや音楽ライブ大道芸人さんたちによる楽しいパフォーマンスなどお子さんも大人の方も嬉しいイベントが盛りだくさんです日,日程は4月29日金曜日から5月1日日曜日と。 5月3日火曜日から5月5日木曜日です。ゴールデンウィークはどえ子どもの国へぜひ足をお運びください。そして FM 小座ではラジオをお聞きの皆様になんとリスナープレゼントをご用意しました。 ご家族3名様でご利用いただけるご招待券を3組の方にプレゼントします。今週金曜日からの開催になるので先着とさせていただきます。ご希望の方はメールにてご応募ください。懸命にリスナープレゼント、本文にお名前ご連絡先をご明記の上お送りください。ただしゴールデンウィーク前、 またはゴールデンウィーク中に FM 小座まで取り受け取り可能な方に限らせていただきます沖縄こどもの国フェスティバルが今年も開催されるということでねチラシ見てるんですけどねかわいい動物がかわいいですでいろんなね大道芸だったりライブ音楽ライブとか パフォーマンスなども充実しているということなのでぜひこの機会に行ってみてくださいリスナープレゼントを応募される方はぜひ、えー、メールで送ってくださいリスナープレゼント本文はお名前ご連絡先を明記して送ってください以上 FM 小座よりお知らせでした さあさあさああ今日はテーママイオアシスのテーマは「できないことを頼まれたらどうしますか?」でメールをお待ちしております。じゃあ紹介していきましょうかね来てますかねうんーとですねあすごーい。 八時に来てたのに気づかなくてごめんなさい <laughs> もう四十六分ですね、えー、っと栃木のマングローブさんですおはようございます今日の栃木は宇都宮市の天気は曇りのち雨最高気温は二十度ですよっていうことではいありがとうございますだいたい似てる感じですかねまあ気温はねちょっと沖縄の方が高いですけどねはいはいありがとうございますで、えー 今日のお題ですが私はサラリーマンなので仕事でお願いされたら断れない安さでもうまく逃げることもありますけどねということで、えー、っとこれは栃木のマングローブさんかなそうですねはいありがとうございますサラリーマンは断れないですか <laughs> まあ普通そうですよね日本はね で外国知ってるわけじゃないですけど <laughs>、ああ、まあだいたい、あちょっとえー、それはちょっとって思っても断れないですよね。うん。あでも上手く逃げる時もあるっていうのはどんなやり方ですかね。ちょっと聞いてみたいなと思いましたけど、まあそうですね。そんな人多いかもしれないですね。はいありがとうございます。 じゃあツイキャスはもう見てみましょうかね。えー、あのどこまで遡ろうかな？ね、えー、え、レッドドラゴンさんおはようございます。今日から沖縄入りします。イエイいいですね。レッドドラゴンさん初めましてですかね。あの、私も沖縄が好きで沖縄に移住してきたので、このね。地元から沖縄に。 行くぞって時のあのワクワクはね、たまらないですよね。いやー、嬉しいね。あの空港に着いた時のあのムワっとした感じとかね、いいんですよね。<laughs> 沖縄の人からしたらこの湿度が嫌がっている人多いんですけどね。ああ、楽しみですね。はい、何するんですかね、沖縄で。ああ、ありがとうございます。で、えっ、ー、と嫁に残り物食べちゃってとおかずの残りを勧められ。 すでに腹いいっぱいなのに無理して詰め込む。その後お腹周りやばいねとか最近体重増えてないとか言われるのを受け入れてる涙 <laughs> ああレッドドラゴンさんは奥さんに結構無理なことを言われてもう言うことを聞いてしまうってことですねうんまあでもちょっと。 なんかここだけ読んでたら一応なんか幸せ太りみたいな感じしますけどね <laughs> うんいいんじゃないですかそんなお腹周りやばいねとかね大したことないでしょどうせって分からんけどなんかねえー、だから食べ自分が残り物いつも食べさすくせにっていうねでもなんかちょっとほのぼのしてるな <laughs> いいと思います <laughs>、えー そ何かこれは残り物この場合は残り物ですけどちゃんとあの沖縄のね、うん、のおばあとかの加盟加盟攻撃とかあとなんかちっちゃい子とかが「はい」ってこう誰かにあげておいでって言われたのかわからないけどなんかくれた時とかって「あもうお腹いっぱいだし全然今いらないけど」って思ってもやっぱり受け取りますよね。<laughs> で、ちょっと食べたりとかしますよね。うん、うん、なんかこうくれる人のこと考えるとね。あ、結構です。って言ったらなんか冷たいですもんね。うん、はい、はい、わかります。ありがとうございます。えー、じゃあ片岡愛之助さん逆に聞きたい。じゃあ、田辺さんは他人にたえー、頼みたい。嫌なことはありますか？<laughs> くれね。逆に聞かれましたけど <laughs>。 いやそれなんかひねってんな逆に人に頼みたい嫌なことかちょっと考えときますけどちょっとあの今日のテーマは人に自分にはできない自分にはそんな能力がないですよというようなことを頼まれた場合どうしますかっていうテーマでお送りしております。ね、あのその私の私場合はは一応頼まれたことは はあ、ちょっと時間かかりそうだなとか、まあ、難しいなどうやってやるんだろうちょっと分からんから調べてからみたいなことでも「はい」って言ってしまいます <laughs> でやろうとしますでやり始めてからあこれは無理かなって思ったりしたら「ああすいませんあのちょっと無理です」ってうはっきり言いますね。で でもそうそうそう最初にその無理かどうかがちょっと無理そうって思ったとしても一応やってはみます。そんな感じです <laughs> 皆さんはいかかがででしょうかでは、えー、ここで一曲をお届けしましょう。じゃあ「スイートバケーションで遊びに行こうよ」。 時刻は8時55分を待っています。さて、この後9時からはハイサイ沖縄シティ。9時15分からはお天気、道路交通情報。9時25分からはトロピカルワンダフル沖縄。そして9時半からは雪とカマドーのユンタクハンタクハワイユのコーナーがあります。9時台も元気にお送りしていきます。今日はね、テーマは できないことを頼まれた時にあなたはどうしますかというテーマで待っております。どんどん送ってください。あのー、ね、三菱のね、あの燃費のこのあれごまかしあれを聞いて思いついたんですけど、そのテーマ。 どんな内部でどんなことがあったか全然知らないんですけど多分無理なことをこのね目標の燃費効率ねがあってそれが無理なのに言われたんじゃないかなとなんかそういう想像をしましてもうあんまり無理なこと言われたら数字だけ変えとけみたいになるっていうのもあると思うんですよね。 だからもう嫌とも言えず嫌っていうかこうできませんとも言えずねどうもそういう状況があったんじゃないかなということで想像してみましたね私は燃費あれですねリッター11キロぐらいの車に乗ってます <laughs> どうなんですかねもう早く乗り換えなさいって言われてるんですけどね <laughs> はい、今日のテーマは無理できないことをあの頼まれた場合どうしますかというのでお待ちしております。メールアドレスは7 6 1 f m k o z a d j p です。それではまた9時台も続きます。 <laughs> あれ。ここ四十秒なんだ。うん。お。アイデアさん、おはようございます。<laughs> できないことを頼まれたらどうしますかアイデアさん 時刻は9時を回りました。ハイサイ沖縄シティのコーナーです。このコーナーでは沖縄市の役立つ情報を沖縄市の広報誌、広報沖縄からお伝えいたします。ハイサイ沖縄シティ、このコーナーは沖縄市の提供でお送りします。まずはじめに、 平成28年度、児童扶養手当及び特別児童扶養手当の手当額についてのお知らせです。平成28年1月29日付で、平成27年度、全国消費者物価指数の実績値が公表されました。その結果、 平成28年度の児童,児童扶養手当額及び特別児童扶養手当額が0.8%の引き上げとなります。平成28年度の児童扶養手当額、月額は全部支給の場合、これまでは 平成27年度までは4万2000円でしたが平成28年度これからは4万2330円となります平成28年度の特別児童扶養手当額月額は1級がこれまでは5万1100円でしたが これ2らはこれまでは3 4千3 0円でしたがこれからは34,300円となります詳しくはお問い合わせいただくか広報を,をご覧くださいお問い合わせ先子ども家庭科内線 電話内線3196または3197次に特別障害者手当障害児福祉手当の制度についてのお知らせです特別障害者手当20歳以上の方の場合 在宅で著しく重度の障害があり日常生活において常時特別な介護を必要とする方が対象です施設入所または病院などに入院している方は対象になりません次に障害児福祉手当20歳未満の方の場合在宅または入院中で著しく 重度の障害があり、日常生活において特別常時特別な介護を必要とする方が対象です。施設入所の方は対象になりません。申請方法は、医師の診断書、その他書類の添付が必要です。詳しくはお問い合わせください。特別障害者。 障害児福祉福祉手当の額改定についてです平成28年1月29日付で平成27年全国消費者物価指数の実績値が公表されましたその結果平成28年4月から特別障害者手当などの手当額については0.8%の引き上げとなります 申請お問い合わせは障害福祉課特別障害者手当など担当電話内線3157次に平成28年4月1日より農業委員会法などが改正されます主な改正は、 農業委員の選出方法が公認制から任命制へ農業者や農業団体などから推薦・公募を受けて市長が議会の同意を得て任命する方法となります農地利用最適化推進委員の新設担い手への農地の集積・集約化耕作放棄地の 発生防止、解消、新規参入の促進に取り組む活動を行います。現在の沖縄市農業委員の任期が平成29年3月31日までとなりますので、法の経過措置を受け、平成29年4月1日より運用していきます。お問い合わせは沖縄市農業委員会事務局、電話、 内線2041または2042次に住宅用太陽光発電システムの補助金交付についてのお知らせです申請期間は平成29年3月31日までです 補助額は1件につき5万円。先着100件の、先着100件の予定です。主な要件は、1、市内に住所を有する個人であること。2、市税を勘納していること。3、自ら居住する住宅に太陽光発電システムを設置し、電力会社と電力の受給を開始、 開始していること申請方法などの詳しい内容についてはお問い合わせいただくかしホームページをご覧ください申請お問い合わせ環境課環境保全係お問い合わせ先電話番号内線2227次に 市民活動交流センターのご案内です。沖縄市市民活動交流センターは、市内のボランティアや NPO 法人などの情報を豊富に揃えております。活動の内容や団体についてお気軽にお問い合わせください。また、法人設立、団体運営のご相談を無料で賜っています。相談時間は、 日曜祝日を除く午前9時から午後8時お問い合わせ先沖縄市市民活動交流センター電話9111246次に介護,予防介護予防活動教室のご案内です。 1き百歳体操活動筋力アップや生活動作の改善向上などの効果を出し全国的に活動が広がっている「いきいき百歳体操」の紹介と実施アドバイスや住民主体の介護予防活動を応援します。 高齢者元気パワーアップ教室参加者も募集しています。椅子やマットなどを利用した手軽にできるストリストレッチや筋力トレーニングの教室です。足腰に不安のある方にもおすすめです。期間は全十二回で5月16日月曜日から8月8日月曜日毎週月曜日です。 時間は午後2時から4時場所は農民研修センターですお申し込みお問い合わせは高齢福祉課地域包括支援センター介護予防介護予防担当高齢福祉課地域包括支援センター介護予防担当電話内線3097までハイサイ沖縄シティ このコーナーは沖縄市の提供でお送りしました。 <Bye. S 2> 時刻は9時12分を回っています。 沖縄市中央パークアベニュー入り口国道330沿いにあります FM 小座のスタジオから私田辺幸がお送りしておりますマイオアシスここで沖縄地方のお天気道路交通情報をお伝えしますまずはお天気から今日27日沖縄本島中南部は曇りのち雨南西の風やや強く曇り昼前から雨ところにより昼前から夜の初め頃 雷を伴い激しく降るでしょう波は1.5メートル後2メートルの予想です今日の雨の降る確率は終日60%の予想です今日の那覇の日中の最高気温は27度になるでしょう 沖縄本島地方では今日夜遅くにかけて発達した積乱雲の下での落雷や突風急な強い雨に注意してください沿岸の海域では波がやや高いでしょう続いて道路交通情報をお伝えしますまずは一般道。 北中城村戸口交差点付近渋滞しています戸口から石田交差点向き渋滞しています茶丹町国道58号線南向き国体道路入口付近渋滞していますそして宜野湾市前原交差点から大蛇名交差点向き渋滞しています 続いて沖縄自動車道です、えー、現在渋滞している箇所は見られません工事による規制が所々ありますので前方に注意して走行してくださいふむ小ざから見えるお天気ですがうーんちょっと曇ってき暗くなってきましたねさっきよりはねで風も出ています ちょっと今日はね雷とか夜にし行くに従ってあの激しく降るという予想になってますのでちょっと気をつけてください。車はスムーズに流れています。国道三百三十号スムーズに流れています。以上お天気と道路交通情報をお伝えしました。さてここで今日のテーマは。えー できないことを頼まれた時どうしますかでお待ちしておりますまだまだ待ってますメール761 fmcosa.jp です私ね多分ねさっきも言いましたけどできないことでもいやもしかしたらめっちゃ頑張ったらできるんじゃないかって思って一応やろうとしてみるんですよね <laughs> それでね あちょっとしてから「あできません」やっぱり「ごめんなさい」みたいなことが時々あるんでこのねちょっと待たせたのにできなかったっていうのが申し訳ないなって時が時々あります。でもあやってみてあのあ ややっぱりできたたんみたいな <laughs> 無理と思ったけどできましたねみたいな自分でもびっくりみたいな時もよくあって自分の成長を、ね、にもなっていいかなと思ってるけどでもねこんなギリギリで請け負うのは良くないなとは思ってるんですけどねさて来てますよいみっちゃおじさんさん皆さんおはようございますいみっちゃおじさんですおはようございます今日のテーマ苦手なことを頼ままれたらどう反応しますかおじさんはそんな時はっきりとそれ苦手だとか はっきりと言います。うんうんうん。苦手なこと、できないことを、できるみたいな感じで引き受けると、相手に迷惑かけるから、とりあえず伝えます。うん。そうですね。それがいいですね。それでも頼まれたら引き受けますが、一応、苦手なことって念押ししますかね。はいはいはい。 まあそんなことを言う前に顔が引きつるから分かりやすいはずだけどねって <laughs> 分。分かる分かる。あ嫌がってるなってすぐバレるって。あまあそれは私も一緒ですね。えー、って <laughs>。あからさまに顔引きつってるってね。ああ。でもそれがいいですね。はっきりしてね。期待させてから。 後で書くみたいなよりは最初からできないよって言っとくっていうのがねいいですよねうんうん確かに迷惑かけない方法ですねありがとうございますじゃあツイキャスも見てみましょうねうんうんとツイキャスねあのツイキャス楽しいことになってるんですよでも こう続きものなので <laughs> どこからどこからかいつまもうかなどうしようかな,なんかどうんじゃとりあえずテーマに沿ってるのをピックアップしますね面白いので後で取り上げたいと思うんですけどもえっとアイデアマスオさんおはようございますいつ働き始めようあそっかそっかほうほうほうで 今は主婦なのかな主婦しながらダラダラしながら聞いてると。はい、ありがとうございます。で、今日のテーマ、断る。さすがすって、ね。断る。はっきりしてていい,です、ね、<laughs> いいですね。はっきりしてて。はい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 。うん、で、これ続きあったっけ もうできないこと言われたら断るとであ何でもやをやっているんですけどもできないことを頼まれたらまず断って別の人を紹介しますできないのに請け負って成果を出せない方が失礼だもの断るのも大切それでも頼まれたら一応やってみますって言いますあはいはいはいあなんかいいですね きっぱりしててねあーちょっと私もそれも見習おうはいありがとうございますじゃあちょっと一曲いきますかねはいあのまだまだお待ちしてますのでねいろんないろんな人がいると思いますのでねはいそれではここで「うんフリーパーズギターで恋とマシンガン」をお聴きください。 トロピカルワンダフル沖縄トロピカルワンダフル沖縄のコーナーですこのコーナーは温泰地域出身の田辺が亜熱帯沖縄の生態を珍しがるコーナーですこれこそねなんかねまあで言ったらあれなんですけど番組自体もなんですけど あんまり喋るのが苦手なのに、あの、やりなさい、やったらって言われて番組やってるっていうね。できないけど、断らずにやってるわけなんですよね。で、このコーナーもそんな感じで <laughs>、なんかこう <laughs>、なんか無理やりやってる感じなんですけども、それでね、いつも、 あ、何ですか。おはようございます。そこが面白いのよ、ね。<あ>おはようございます。<laughs> ます <laughs> じゃあね、今日も二人でやりましょうかね。かまどーバー登場です。<laughs> えっと、今日はですね、この前、あの小川でね。あの子供が、なんか、あの。なんか、いもりっぽいの捕まえて、黒いやつ、で。うんうん、わあって言って、捕まえたとか言ってるのを見たんですよ。休みの日に。うんうん、で、おお、なになに、かわいいねって,言って、これ何って聞いたら。 ウーパールーパーどうって言ったんですよ <laughs> で。私、ウーパールーパーは、うん、あの、買ってる友達がいたので、うん、いや、こりゃ、ウーパールーパーじゃないよって思ったけど、<laughs> へーとか言って。<laughs> あの、だからって、あ、これはじゃあ、何々だよって言えるんだったら言うんですけど、うん、ウーパールーパーでないのはわかるけど、何かがわからなかったんで、<laughs> へーって言っといたんですけど、<laughs> ウーパールーパーよりはね、もっとね、普通のイモリなんですけど、うん、黒くて、<laughs> うんそうだな体長1 0ンチいかないかなぐらいのかわいいイモリがいたんですよ、うん、でであの、まあ、名前知りたいなと思って帰ってからその見たのをね観察したのを調べたらシリケンイモリというものだったと思います多分、うん、これは琉球列島にのみ分布している 大型で長い尻尾を持っているイモリで、あの色は黒色だったりとか。あのなんか模様が出てくる。個体もいてで、その模様はなんかね。金箔っぽい模様だから、その金箔が乗ってるやつとか言われたりします。えっ、ー、と方言では。掃除むや。 わかります？えー、わからない。ヤル <laughs> とか普通はね、<laughs> あ<ー>平均に、ね、やるではないんですよ。また違う両、ね、生類なんですけど、はいはい、で川とか水辺にいるものなんですけど、はい。えーとね、でこれ大人は全長14センチぐらいです。沖縄メはソージムヤシリケンイモリなんですけど、絶滅危惧カテゴリーは純絶滅危惧。 に当てはまっているということです。見たことありますから、ね、多分あると思うんですけど。あるかもしれませんね。おーおーよくあのね、あらすき先生と水辺にもね。よく <laughs> 行きますけどね。可愛、うんね、か,かったです。いろんな生物とかね。いますからね。本当植物とか見たり。ね<え>勉強になりますけどね,いいね。観察してたら面白いですよね。うんはい、で、その。 女の子だったんですけどウ、はい、ーパールーパーと思い込んで捕まえてた子なんですけど、はい、一応毒があるそうです。なんかどんなイモリでもあるそうなんですけど一応そんな強くないんですけど<ー>フグと同じテトロドキシンがあるそうで、はい、触った場合は手を洗った方がいいです。<laughs> うん、自分の身を守るためにそういう時に限って出すと思うのでね毒はそんなえー、とで,でなんかあのい虫を食べたりとか食べ物ね、うん、してるそうです<は>また他にもねいろんなのがあのメダカが泳いでたりとかね、うん、見てて楽しかったですはいね 結構楽しいですよね全然詳しくないので見て帰ってこれは何だったんだろうとか調べるとまた楽しいのでゴールデンウィークね子供がいる方とか小川とかいいいんじゃなですかねちょっと網とペットボトルでもいいからなんかこう容器持ってって捕まえたら観察しやすいから。 で、まあ持って帰らなくてもね。その場で流せばいいからね。で、ねね、そんな遊び方もいいかなと思いました。はい、はい、今日は簡潔に以上、トロピカル、ワンダフル沖縄のコーナーでした。<laughs> では、ここで一曲をお届けします。Z で I want you to know. ゆきちゃんと、かまどおばの、ゆんたくはんたくはわゆー。はい、たい。はい、いたい。おはようございます。おはようございます。かまどおばの登場です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。一週間お元気でしたかはい。とっても楽しい一週間でしたねああ。よかったです。<laughs> <laughs> あのね、あの、ミュージックタウンの、はい、あの、広場で、 すごいライブがありまして、はい、本当に楽しかったで<ー>たくさんの人のねライブを聞けてお友達も何名かいらしてその中で歌うんですけども、はい、あのケンジーさんとかコウズーさんまたピストンさんちってね岡間森勝さんとおっしゃる方もドラマをしたりして、うんうん、とってもあのたくさんの方の、うん ライブが聴けて幸せでしたね。ロックですかノンクイーン。ノンクイーン。盛ルジャズからのークイルから、無う。そう。無ルから。無る、無う。ぬークンね、ジャね。そうそう。人形から盛る。ロックからね。そうそう。何でも好きです。聞くのはできないけど。面白いね。音楽ね。はあ。 だか三味線とかね、ユキちゃんみたいに三味線とかギターが弾けたら幸せですけど、いっぱい楽器あるのよ、うん、いい息子が、うんはい、もういろいろやっていたから、中学からドラムた,たいていたもん、だからみんなあるんだけども、うん、ピアノもうん、うん、できないの、触ったら全くでい、<laughs> 目の前にあるけど。<ー> <laughs> いや、年もできるとは言えないですけど。 なんかもっとちっちゃい時からこうね自然に触っといたらもっとこうね<ー>息するみたいに演奏できたら楽しかろうなってよく思いますピアノとかねギターとかいろいろねだからよもう羨ましいですね,ね<ー>本当はいうん、うん、だからもうせめて誰かの演奏で歌うことならうん 楽しいですすけど歌はまようこの前だから三振の日は本当に偶然にね一番街通っていたら三味線持った方が「タバさん」とおっしゃるうるま市の方ですけど全く偶然あってこの交流センターの庭に椅子が置いてあるんですね長椅子がちょうど座れるように。そこでで二人歌って 初めての方ですよ。で、その方が資料を全部持っていらっしゃるわけさ。ね、あの、楽譜。楽譜もだけど、歌詞が全部書いて、あの、ある。丸三生活。三月生のトラックが前通りました。楽譜も全部、歌詞もみんないっぱい持っていらして。で、それを見ては歌えるわけだから。はいはい。歌いながら、楽しみました。いいですね。あんな出会いってあるんだね、三春の日に。 公園とかそういうなんか広場とかであじゃなくてじゃなくてあ部屋、はい、いやいや部屋の中にもできるらしい 1>、うん、あの1時間100円出るとかおっしゃっていたけどススペースがあるんですか外は無料ですけどでも中だと見てしか通らんでしょ、うん、みんなはね、はい、ああで外だとそこ通るおばあちゃんおじいちゃんも一緒に、うん、あ,のあと何名か56名に増えて。 二回目はすごい楽しくできました。<laughs> うん、いいですね。ちょっと最初勇気いるかもしれないけど、なんか歌いたい曲知ってる曲とかだったらね。歌詞はその方全部準備していたもんだから。ああ全部歌えるわけよ。うん、ねえ。内な愚痴も大和愚痴も。うんうん なんか小座小座ですよね。そうです。おおなんかそういうのやりやすい雰囲気ありますよね。<laughs> そうね音楽の街小座だからね。から、はい、そうそうそう。いや素敵ですねー。うんおばあもおじいも全部通ったら歌ってくださいいい小座の街うん<笑><笑>楽しかったですね。うん,うんいいなこういうのいいと思いますみんなさんね、うん、恥ずかしがらずに。はあのピストさんという神間盛勝さんは。 いつもだとギター弾いたりするんですけどその日はドラマの係していらしてね、はいうん、うん、あ、こんなこともなさるんだねという再発見 <laughs> えーえー、っとねツイキャスにアッキーさんかまどおばあ久しぶり元気して久しぶり。本当秋山さんみ <laughs> どいねみどいね,ね <laughs> おばあに久しぶりに会いたいよって、ね、久しぶり本当声聞くのもね、うん、はい ねえ、また会いましょう。ね。はい。<laughs> えっと、じゃ、今週なんか、あの、告知することはありますか。あ、告知はですね、あの。今日はもう。時間ないでしょうね。ね。うん。あります。はい、大丈夫です。あ、も第三。第四金曜は、今、今月は済みましたからね。 5 5ね、もうね月末ですよね。五月は何曜日ですかね。第四金曜日ですけど。<laughs> 第四金曜二十七日。二十七ですね。カレンダー落っちゃいました。後で,、ね、<laughs> で直します。五月の二十七日 <laughs>、はい、第四金曜日十三時から十五時まで沖縄市の阿家だ社会福祉センターの二階で、うん、認知症の人と家族の会があります。はい。ね。 あのそういう、まあ物忘れとかあるいはいろいろ悩みとかある方はあのどうぞいらしてそこで打ち、ね、明け話がなさったらそこでしかあの聞,き聞いてしゃべらないから、うん、あの悩みも共有できる、うん、スペースですのでぜひいらしてください。はい、お,しお願いします、はい、ではつ次のコーナーナ はい、うん。はい。あと。今日はですね。はい。えー、パーカラムイフシャ。パーカラムイフシャ。<laughs> この時間が楽しみです。よ私もです。<laughs> 貴重ですよ。<て>こんな。パラムイフシャです。タラマフツ習えるってないですよ。<laughs> もう。ここしかないと思います。多分。もうね。次の8月踊り行く。 時はもうだいぶベテランになってると思います <laughs> いや, <laughs> いやあのえっと実は一周ごとに抜けていて <laughs> <laughs> パーカラムイフシャ <laughs> パーカラムイフシャ今日,今日はなんか言いやすいですあそうですか、はい、ねルーがないからね <laughs> ルーがねあのもう暴露していいかね <laughs> パーカラムイフシャ、うん、あのね実はこれは前は一度は話しました、はい でも言葉が違いますね。あの子供の頃よく遊んでいた言葉は前にあ、草は草でしょう。そうですね。はい。草でしたよね。はい、ピンポン。それでいから無いが問題ですね。そうですね。あの前はあのカーフシャでしたけど、カーフシャってね、うん、井戸端水辺のあの咲く花ですけども、うんうん、この まごの時点ででよく調べたら、うん、あるんですかパーからもいっしゃってなってるわけ、うん、なるほどと思いました。うん、ということはこの手のひらみたいに、うん、あるわけさこの草の葉っぱがね、うん、でこの,この指先があるでしょ根っこがここから根っこが生えてくるの。あ<ー>木が生える前に根っこがこのパーの間から白い毛が生えてからその後に 木が生えてくるの。へえ。それでパ、ーこれ葉っぱさね。一枚の葉っぱよ。あ、パからムイフシャって言うんですよ。じゃあパは葉っぱ。えグチョキパーのパーじゃないですよね。いやいや。あの葉っぱ。葉っぱのパ。これ一枚の葉っぱね。パーからムイフシャ。カラムイフシは標準語と一緒です。そうですね。パーからムイフシャ。うん。ムイは生える。あ、生える。うん。生まれる。 ああ、ね、葉っぱから出てくる草ってことですそう,こ,そう<ー>この間からね白い毛が最初生えてくるね根っこが白いその後に木が生えてくるのこの葉っぱ自体は手のひらみたいにこう五、うん、本の指開いたみたいな形してるね。いや丸いよ。あ丸い？長丸い。<ー>うん楕円形みたいな。 今葉っぱの根っこ,、ね、<あ>この生えるところを教えるっつって手のひらでやってるわけあのねちょっとギザギザしてる繁殖率もまた高いわけうん、うん、でねあるあの南城市で内地の,あのレコーの方と出会ったわけ、はい、女の方その方にその草の生え方、うん、育て方を教えていかしたら。うん 成功したって喜んでいらした、もう何年間。ってってはい、うんうん、だから由紀ちゃんも京都に、あの、遊びに行くとき持っていて。<laughs> 全国で育つってで、ね。でしょうね。うん、はい。パーだって、うちのあのゴーヤー、さえも。うん、内地のホテルのベランダで鈴なりでしたよ。あれ見たら、あ。どこでも育つんだと思った。ーゴーヤー、ちゃんとネットに。 まあ夏の時期はね、あんまり暑さ変わらないからできるんですかね。うんまあそうか日焼けにもいいからやっぱ流行ってますよね。ゴーヤの葉っぱね、窓辺にね緑もいいしね。あ、おまけに食べられるしね。あ、さ最高。沖縄だけでなくてね、実家の方でもやってますよ。栄養にもいいしね。あ、さよ今日も食べました。なんかゴーヤいいらしいですよね。本当に健康にね。うん。 今日はパーカラムイフ社を。はい。<laughs> 合ってます?音。はい。普通、あの、また、正論弁慶書っても言うんですよ。正論弁慶書?。いや、また、口では、ね。はい。不思議なもん。うん。正論という国があるでしょう。正論。はいうん、うん。そういう、そこの、そこでもできるみたい。ああ、原産がそっちなんですかね。そうそうそう なんかあの子供の国にも一本生えていて名前もありましたけど、うん、じゃあ気になった方子供の国、うん、<laughs> にいらしてこの一本を探すのが大変腹も普通でもある <laughs> <ー> <laughs> どこでもあるやつでしょうでも。そうですねうちにも今ちょうど一本だけ咲いていますあ,あ、花咲くんですか花がまた上等なの花がねとっても長生きするの本当に長生き何色の花咲くんですか あのね、最初は緑で出てくるつぼみからだんだんこう袋になってるの、えー、袋になって緑がなって白くなってそれがだんだんちょっと赤みがかってで袋の封筒の中から赤い花が咲いてくる出てくる生まれてくるの<ー>封筒になってるのよ、うん、袋。<ー>でその中から真っ赤な花が可愛い花が咲いて これがいっぱい鈴なりになって一本なの。へえ<ー>、うん。だからとっても大好きな花。うん、あ、じゃあ普通の草みたいに長く茎が伸びるってことですか。そう,そうそう。このそう葉っぱから出てるやつが。だからこの葉っぱはもう何十枚もあるわけよ。へえ<ー>、うん。だから、うん、<ー>みんなでちょっとていか、もう小山の町もん、ねうん、カーフシャだらけなの。<laughs> うーん。 綺麗そうですね。綺麗なんですよ、はあ。見てみたくなりました。うん、うちあの喫茶店の六洋舎にある時こう持って行って行けていますけど<ー>、今ちょっともう枯れて枯れても置いてありました。<laughs> 白いあの封筒がそのままずっとあるみたいでした。この前行ったら。<laughs> なんかもう今一つ私にはあれかなっていうのがわからないのでまた今度ね探しながら歩いてみようと思います。うん はい、はい、<laughs> じゃあそんなもんかな今日のお勉強したからまふた <laughs> <laughs> はい、皆さんも口に出して言ってみてください <laughs> 以上かまどおばあと沖縄の方言とタラマフツをお勉強しました。 うたいまた来週水曜父うたび見せびりゆき、はい、とかまどおばの「ユンタクハンタクハワイユ」でしたあっあ 時刻は9時49分を回っています。50分になるところです。さあ、マイオアシス、今日は、えー、テーマはね、できないことを頼まれたときはどうしますかっていうテーマでやってきましたけど、かまどオーバーの場合は、断るそうです。<laughs> 物によりますということでした。ちょっとでも挑戦してみようかねと思うようなことだったら、 ちょっとできそうだね見込みがあることだったら、やってみる場合はあるけどっていうことでした。そうですよね。まあ、できないこと、何でもかんでもできます。はい、やります。じゃなくてね。できないことはできないって言った方がいいですね。うん当たり前ですというような顔をしておられました。<laughs> そうですよね。はい。皆さん他はどうですかね。来てますかね。 そう。だから、できないことをできますって言ったから、問題が、後々ね、後々問題が起こるじゃないですか。いろいろね。はあ、できるって言ったのに騙したねってことになるからね。はいはい。そうですね。えー、ツイキャス来てますかね。うん。やり、えー、EK ワゴンさん。 名前さっっきと変わってますよ <laughs> やりたくてもできない時とできるけどやらない時がありますよどっちにしてもやってないねやりたくてもできない時とそうだよねできるけどやらないやりたくてもできない時っていうのはわかるできるけどやらないっていうのはまあ人に頼まれたからって自分のやりたいことしかやらないよってことかな <laughs>、ね いいと思います。はいはい。自分の時間と労力ですからね。はい、それから本当に付き合いたい人にはなかなか告白できないあごめんなさいです。交際したくてもできない人と交際できるけどしない人がいます。かっこ笑い。ちょっとそれてってますけどえー、っとねモテてるってことですよね。<laughs> いう何気にモテてるなってレッドドラゴンさんがいてますけど。 モテてもいるけど片思いでもあるということのアピールですね。うん。<laughs> アピールっていうか、本当に付き合いたい人にはなかなか告白できない臆病者だということですよ。EK ワゴンさんね。とほほ。いや、これはもう頑張ってくださいよ。付き合い。 付き合えるけどっていう人と別に付き合う必要ないし自分がやっぱり本当に好きな人のところにねぜひ行ってほしいなと思います全然話それてますけどね <laughs> でえー、っと「あかんだから一回田辺さんの姿を見てしまうと最後まで切れなくなるねやはもうとらわれみやはわやですわ」うん <laughs> ありがとうございます。<laughs> 最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。今日もですね、FM 小座面白い番組続いていきますので、この後もぜひとらわれてください。<laughs> まあまあ、でもお仕事に支障のない程度にね、とらわれてください。はい、ありがとうございました。まあ、今日皆さんにいろいろ教えていただきましたね。やっぱりできないことはできないとね、最初に、最初が肝心ですね。 なんか期待も出せてはいけないですね人にね後々えらいことになりますからねということを学びましたはい皆さんも参考にしましょうねさあさあではアッキーさんからリクエスト来てますので最後にかけてお別れしたいと思いますでは水曜日担当マイオアシスタントは田辺由紀でした今日もいい日になりますように ではでは、最後に、えっと、高橋真理子さんのフォーユーをお聞きください。